はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビッシュです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断コンプリートモード立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。残すところあとミッションは3つ、18、19、20となります。で、今回はそのうちの18、米海軍アレックス P 長渕大佐が指揮する一大空母艦隊に挑む最新鋭空母2隻が配備。いや、これはかなり苦戦しそうですね。海戦の場所はメキシコ沖ということです。平均の深度は200メートル。比較的浅いですね。敵艦は最新鋭の空母2隻、巡洋艦6隻、対水フリゲート艦もいるということですね。さて、では、これで出撃準備をしていきたいと思います。はい。では、装備ですけども、トマホーク、これを29本持っていきます。シーランスは10本。デコイが6本というところですね。魚雷系はマーク46、48、50と、それぞれ6本ずつ持っていきます。水上艦がメインと思いますので、トマホーク、かなり多めに持っていく、まあ、そういう編成になっています。それでは、ミッション画面に入りました。早速敵艦を捕捉したいようです。では、まずは速度20ノットで進んでいきます。これで敵をほぼ正面に捉える形になったと思います。敵艦の艦影を発見。これは水上艦ですね。しかも、ウェイキー、後ろについてます。後ろについてるので、これトマホーク、正射して、行きたいと思います。かなりいい場所に行けましたね。敵もこちらに気づいて、対水ヘリ飛ばしてきましたね。トマホークの射程に入ったらすぐに撃ちたいですね。入った。では、トマホーク。まずは一発撃ちます。艦首不明。空母から航空機も出てます。命中。ミサイル巡洋艦プリンストン。撃沈。巡洋艦クラスであればトマホークで仕留められるという状況だと思います。敵が撃ってきた。こちらはデコイを出して回避しましょう。では、さらに敵艦の追跡を継続します。敵艦発見。これもおそらく、ミサイル巡洋艦と思います。トマホーク。出します。で、今、射程に入っているのが、一隻なんですけども、この先にさらに、見えていたので、こういう場合はですね、射程外であっても、ミサイルが撃てたりするんで、撃っていきます。もう画面外の敵を捉える。ポートロイヤル。撃沈。こういう時に数を減らす。ちょっとミサイルが、アラーの方向に行きましたね。敵が撃ってきたので、これはデコイを出して回避します。早いな。デコイに引っ張られてくれた。これで回避できそうですね。もうちょっと距離を詰めて、トマホークを一斉に撃てる状態を作っていきたいですね。さらに敵が撃ってきた。とあらば、こちらはデコイを出して回避。あ、もうすぐにデコイが出ていたものに引っ張られてますね。これはありがたい。さらにデコイを出しているので、これでしばらくこちらの安全は、なんか、担保されそうですね。ではまず、トマホーク、撃てるだけ撃っていきます。前から順に。トマホーク。
撃ったら次のトマホークという感じでですね、もう数を頼りに撃てるだけトマホークを撃っていきましょう。命中。駆逐艦メリル。撃沈です。さらに、トマホーク。さらに、トマホーク。今は敵も迎撃ができていないようなので、まあ、撃てば撃った分だけ当たる。まあそういう感じですね。ちょっとここいらで一回デコイをかましておかないと危ないかな。なんとか回避できてますね。目の前にいた駆逐艦を今は沈めていっているという状態なんですが、敵の空母の位置を見ると画面の上側、やや右上方向だと思うので、ちょっと進路を変更してそちらの方に向かいましょう。比較的大きな艦影がありましたね。あの辺り、やはり空母。これは先に空母を仕留めたいんですが、横にいるここ、ここにいる敵の駆逐艦仕留めましょう。これ、すぐにでも撃ってくるので。仕留めた。ヘイブット、撃沈です。そしたら急いでこちらはデコイを撃ちつつ回避運動に入ります。デコイに引っ張られてくれ。引っ張られた。よし。こうなってくるとトマホークの打ち甲斐がある。撃っていきます。ちょっと近すぎる距離にいるものは、うまく、かわしつつですね。撃沈。なんか変なミサイルの動きをしましたけど、綺麗に当たったのかな。目の前にいる空母。これに関してはマーク48の魚雷。これをフォーミングで4連装出します。で、これはおとりに使ってですね、この次の本命トマホークを撃っていきたいと思います。やはりこれが敵の機関空母でしたね。そしたらトマホーク撃っていきましょう。敵の周りにいる護衛艦も含めて全部沈める。それくらいの気持ちでいきたいですね。ただトマホークの消耗がだいぶ激しいな。ちょっと確実に当てていかないと数が少なくなってきているのでちょっと注意が必要ですかね。では、回答して、敵の後ろ側につきます。おー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 、いつの間にか敵の魚雷が迫ってる。これはかわしきれないんじゃないか？命中した。そしてこちらはかわした。でかい。これはでかい。よくぞかわしてくれた。ただ、敵の優先弾が来てる。命中、どうだ、切れてくれるか、切れた。ギリギリのタイミングでしたね。もうあとちょっと遅かったら、もしかしたら、魚雷を食らってたかもしれない。さあ、さらに、撃つ。迎撃された。そしたら、お返しする。迎撃された。お返しする。徹底的に回避してるな。そしたらマーク48の魚雷に変えます。そして敵はこれ優先弾だな。かわしきれない。
タワーしきれなかった。当たっちゃいましたね。こうなるともう当たらないですね。優先弾で。ちょっと敵にダメージだけ与えて、目標を敵空母、機関空母に変える必要があるかもしれないですね。速度を落として回答。今ちょうど敵の空母の間に入りました。まずトマホークお見舞いしておきます。甲板に命中。トルエーワンですね。そしたらこの距離ちょっと近すぎるんですけども、まあ、敵の足も止まっているのでトマホーク撃ちましょう。命中2発。さすがに残るよね。トマホーク通常弾頭。これで仕留められなかったらもう機関空母に目標変えます。もう残念ながらトマホークの残数がないので、これ以上ちょっと構ってられないというところもあるので、機関空母に標的を完全にスイッチします。ここにいますね。トマホーク3連装ずつ3回に分けて発射。命中。ステンス撃沈。当たりどころがいいと撃沈できるんだな、3発で。さあこれで評価はどれほどか。まあ、数はある程度落としたんですが、まあ、残念ながら敵の空母一隻取り逃したので A という判定ですね。トマホークをもう少し持ってくれば、うん、相関自体はうまくいったので、さらに撃沈数を増やせたのかなというふうには思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回、そしておそらくその次、あと2回で、この沈黙の艦隊、コンプリートモードは終わるかなと思います。ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいなと思います。